乃木坂学園の体育教師になった俺。今日は待ちに待った性教育の授業。教師として職務を全うしようとした俺だったが、教室に入った瞬間大射精してしまう。するとクラス委員長の生駒里奈ちゃんが、くっせくっせ漁船の匂いじゃ、ホタルイカの匂いだと騒ぎ出したので、僕はその発言を逆手に取り、大漁旗を振り回し、祭りだ祭りだ大漁祭りとクラス全員で漁船に乗り込みた。